はい、どうも、ダイバーの浩二です。めっちゃ焼けたな。真っ黒。はい。ということでね、今日は、みんな島にダイビングに行きます。で今日はね、ゲストは、全員、初心者の方で体験ダイビングなんでね、体験ダイビングの、この、なんていうの、風景とかね、そんな感じの動画を公開していこうかなと思います。まあまあ、ワンチャン、いい、ものが出たらいいなみたいな。まあ三田島自体ね、透明度がすごく高くて綺麗な場所なんで、まあまあ大物も出やすい場所やし、楽しんでいけたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。カンパーイ。アワード。
ということで体験ダイビング行ってきました。いかがだったでしょうか。めっちゃ綺麗な、今日なんか抜群に透明度がバーンと良くて、もうなんかあの浅いところでもめちゃくちゃ綺麗かった。サンゴ礁がねピカーってもうなんか遠くまで見渡せる感じ、良かったよね。はい、っていうのでみんな島こんな感じのダイビングができますよっていう。はい、でまあダイビングね、体験ダイビングってあんまり僕は最初のボートをお勧めしないんやけど、今回の、ゲストは、どっちも、1回2回昔に体験ダイビングやったことあるっていう感じのゲストだったんで、それも含めてね、じゃあボートで行って楽しみましょうかっていうので、終わった後ね、そのままみんな島上陸したりして、まあ、トイレ休憩とかしながら帰ってきました。そんな感じかなと。はい、ということで、まあ、こんな感じのね体験ダイビング、ツアーやってます。ぜひぜひ、遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。概要欄からね申し込みできるようになってますんで、ぜひ、お声かけください。それではまた次回会いましょう。バイバイ。